ご利用いただき誠にありがとうございます。今回はですね、黒留め袖の事例の紹介になります。はい、じゃあ故障箇所さっき確認していきますね。はい、まずそうですね、はい、襟部分ご覧になってください。こちらの白っぽく擦れたような状態見て取れるかと思いますが、はい、よくわかります。まあ、あの着用時の、まあ、例えば、まあ、ファンデーションとか着するとこのように白っぽく見えることがありますが、まあ、というよりもちょっと色抜けと生地ずれが出ているような感じが見受けられます。シミはシミで付着しているかもしれませんが、まあ、多分スレも併発しているんだろうと思います。それとこちらですね、来た時に、右側ですね、右側の、門の付近にこちらも同様ですね、ちょっと生地ずれして白っぽく色抜けしている状態だとは思います。はい、はい、ちょっとあの半分に今畳んだ状態ですけれども、はい、背面にもこちらはね、位置的に帯を締めた際に、擦れたんだとは思いますが、これは結構ね激しく、生地ずれと色抜けが生じている状態ですね。ここはまあ後で、まあ、染色をして直していくことになるかと思います。日置き仕立ての留め袖になりますが、はい、裾の方をご覧になってください。はい、裾もずっとこう縁取るような形でね汚れているのと、はい、こちらには、古く変色して黄ばんだシミの着がになりますね。ここら辺軽血のシミも見られますかね。位置的に軽血だと思いますけどね、はい、危険の確認事項にはなるんですが、これねちょっと吊るさないとよく分かんないですけど、肥沃がちょっとねこう表地のこの本体から出ている状態になるんですが、通常ですとね、まあ、若干やはりこの裏が、まあ、あの中に入っているのがまあ通常ではあるんですが、まあ、多分表地が縮んでるんだと思いますけれども、肥沃が、ちょっとね出る形になります。多分だからね、こう肥沃が出ていてこのようにね、それって黒ずんでるんだと思いますけれども、通常の留め袖ですとね、まあ、なかなかここまで黒ずんでることないんですが、やっぱり出ている分、黒ずみが蓄積されているのが見られますね。表地ですが、見た目はね、そこまで型崩れとかね、縮みが感じられないんですが、実際にはやはり少しね、縮んでると思います。どうですか、まあ、若干ですけど、やっぱり縮みが出てますかね。で表地は、黒留め袖の場合はもう、ほぼ 99% 夏物とかを除いてはちりめんの、生地になりますのでね、やはり縮みやすいです。ちりめんの、まあ、利点はやはりシワになりにくいということなんですが、短所としてはやはり着た時汗をかいただけでも、ね、縮みやすいという、そういう欠点があるんですけれども、そういう影響によるものかとは思います。それに対してね、裏地というか肥沃ですね、肥沃っていうんですけどね、この重なっている部分、こちらはまあ証券は証券なんですが、まあ歯舞台ですね、白地の歯舞台、まあ裏地もこちらも歯舞台なんですが、ちょっとまあ生地の厚みが違いますが、裏地がまあ歯舞台なんで、この歯舞台っていうのはちりめに対して非常に縮みにくい、同じ絹織物でも縮みにくい性質があるので、まあ、そういうこともあって、まあ、バランスがちょっと崩れているというところかとは思います。はい、ただそうですね、まずやっぱり肥沃とね本体を分解した状態でないとなかなか作業性の確保が難しいので、今回は肥沃が結構汚れてるっていうこともあるので、全て肥沃と本体を分解した状態で染み抜きを進めていきますけれども、この長さですね、長さというかこのバランスの狂い、こちらはね、表地を成形して伸ばすことがちょっとねやりにくいんですよ。こういう角があったりとか刺繍があったりするね、こういう刺繍ありますよね、こういうまあ衣装のお品なんで、しっかりアイロンが当てられない、アイロン当ててしまうとね、これえらいことになるんで、だから、まあ、アイロンで表地を
幅出しして、ね、成形していくのは非常に難しいんで、まあ、表地についてはまあ現状維持になるかと思います。ですのでちょっと仕立て屋さんとの相談になるかと思うんですけれども、まあ、肥沃をちょっと仕立てでちょっと上げてもらって、うん、調整しようかなと思いますが、そこはちょっとまあ一回相談してからなんで、まだちょっと未定の部分ではあります。で、まあ、今回はまあこの肥沃の染み抜きと、まあ、表地の生地ずれと脱色の染色、まあ、その2本立てで紹介させていただきますのでね。はい、それではまた順を追ってやっていきたいと思います。一旦ここまでです。じゃあまずこの襟からやっていきますけど、まあ、単にシミがついてるだけやったらいいけどな。これいつも使ってる溶剤ちょっときついんで、まあ、色が出ないようにだけ注意せんとダメやけど、うん、汚れてるだけかな。手間が2倍やな。ほとんどやることではないけどね。こっちやるのしない。ジェリーに関しては、多分汗抜きしたいもんだな、やっぱり。あ、わずかに切れてるけど。ちょっとまあ水で軽く洗ってあげたら、まあ、目立たんようにはなるから、多分まあこれ背直しする必要もないやろ。表地は意外とこう輪切りになりにくいけどな、切り面がええとこやこれが、うん、あとちょっと難しいのがこの紐にかかる部分、これがちょっと難しいんやけど、これ嫌やな、どうしようかな。ちょっと深くやっか。多分これ嫌や、なんかこう門が濡れそうで嫌や。多分これ溶剤、うん、やっぱちょっと出るな、溶剤でも。難しいよやったら、あ、でもあれやな、やっぱ届かなあかんな、これどうせ汗抜きせなあかんから。まあ、もう肥沃取って仕立てるもついでや。で、背中のシミするのになんでこんな袖のとこほどくんやと思うやろ。そこほどくとな、着物の半分ぐらい全部通るから。へぇ、そうなんや。ここは着物の言い場じゃないな、うん、これはまあ素手やから、これでもう作業しやすいから全然。ではやっぱりあれやけど、まあ色はちゃんと入れてあげないといかんな。なるなる、やっぱ汗かくし、暑い分に加わると死ぬものが釣れやすいで、うん、まあ、しっかり締めてあるんやと思うよ。慣れてる人はやっぱりきつく締めるから、ね。
外すとよ、わかるよ、これ。外すと、シミがすごい目立つな。目立つな。うん、まあ、うっすらとしたのに結構全体にあるから、やっぱ漂白せなかったね。ちょっとこう、真っ白じゃないよな、これ。酸化して黄ばんではくる。水平とか、まあ、そこまで擦り切れてるわけじゃないけど、すっごい高なる、こんだけ汚れるので、それあれだけ出ちゃったらね、こんだけ、まあ、汚れとるってものってのは普通はない、普通っていうか、だいたいちょっと記憶の方が短いから、どこまで汚れやねん、わからん、でも来た時にはどういう気付けするのかわからんけど、出るのかもしれんな、ちょっとそこは俺も着物切るわけちゃうから、ちょっと聞いとかな、でも畳んだ状態、自分たちがほら目にする状態では通常ちょっと中に入っとるのが普通やけどな、まあもう全体漂白やな、ちょっとこういう目立つシミだけさっき取ってあげて、そこまで濃いシミつけ置きでほら全部取ると思うと相当つけ置いとかなあかん、その間にほらやっぱり絹やから、生地がやっぱり漂白って絹に対してはあんまり良くないから、だから部分的に濃いのは取っといて、全体のうっすらした黄ばみを短時間で漂白洗いしてさっぱりさせていく、そういうプラン。それずっとつけ置いてりゃ取れるけど、着物にとっては良くない、まあ、まだ強いけどな、この羽二重っていう生地はちょっとすれが出やすいんだけどな、こう水で洗ったりすると、まあ、白やからな、そこまですれたとしても綺麗な方がいいからな、目立つ、目立った編集すれば、やっぱ濡れて乾くとやっぱりこれも際になるで、水洗いする方が早いね、これ火よくほどかんと出た状態で染み抜きするとやっぱり大変や、濡れて乾いたチワができるやろ、これを始末していくのがまた大変やから、どっちが早いかやな、全体を水で洗って後で仕上げする方が、技術があればそっちの方が効率的にはいいし綺麗にもなる、ここまで取れたらええやろ、まあ、あと漂白で洗うともうちょっと綺麗になると思う、このぐらいまで取っといて、あとははい、まあこんな感じでね、YouTube コメント入っとって、こういうほら道具とかな、こういうのをまあ紹介してくれたらなって感じでコメントがあったもんで、あ道具って、まあこれ今からほら留め袖のほらこの帯のスレな、これの染色をしていくんだけど、まあ、基本的にはこれ筆で塗っていくんで、まあ、ピースガン使ったりする時もあるけど、まあ擦れてる、まあ、色抜けもあるし、まあ、擦れも併発してるんで、ピースガンでね直接塗ってもうまく治らないんで、基本はまあ擦り込みながらやっていくんですけど、その際にまあ大体もこの普通の筆、まあ、面相筆っていうんですけどね、
これもまあ業務用というか、まあこういう昔から着物のお手入れする人用に、まあ、あのこういう筆とかね道具を扱っている業者があるんですけど、うんうん、まあ、そういうのをまあ使いますけどね。うーん、まあ、それに対して、うん、こういうのはもうほら同じ筆でもまああのナイロンなんですよ。これはまあ動物の毛なんですけど、うん、うん、これはまあナイロンの筆ですけど、これはまあ画材の油絵用のね、うん、筆ですけど、こういうのはまあ、 あの耐久性が強いんで、主にうちは、まあ、まあ染み抜きで使いますね。漂白したりする、うん、まあ、これが好きで、まあ、染色もあのナイロン筆でやられる方も中にはいますけど、まあ、うん、僕はもうこの筆ですね。あと場合によってはこういう広範囲を染色していくときはこういうハケを使ったりもするんですが、まあ正直ね今ほとんど使わないかなこれ、うん、まあたまにこう襟とかの着物のね襟とかの染色したりするときに広範囲を履いていく、こんな感じで履いていくときはあるけど、あ、まあはい、それ以外はほとんど使わない。広範囲はね、広範囲の色落ちとかはこういうピースガン、エアブラシとか、うん、まあいろいろ言い方ありますけど、まあピースガン、うん、こういうのを使いますね。ただ今やろうとしているあの染色に対してはこれはまあ使わないですけど、広範囲をもう染色する際はもうこういうのを使います。みんなはだからハケの出番はもうほぼないです、うん、ただまあ着物を作る際にね、うん、まあ例えばこう、まあ、あの柄を染めたりする際にはまたいろんな種類のねあの筆とかハケがあるんで、それはまた例外なんですけどね、こそまあこういう色落ちとかの染色に関してはまあ使わないですね。じゃあまず実際に染めていきますけど、まあまだこの辺は軽い色落ちなんで、うん、まあ、技術的にはもうこういう生地を張った状態で脱色箇所を筆で染めていくだけなんでね。この筆もね、もうやっぱりなかなか今ね、あのなんていうのかな、もう生産がしてなかったりとかね、これも今まで使ってたのとちょっとね違うのなんですけど、なかなかねやっぱりローブ自体がもうほら作る人も少ないのか、まあこれも動物の毛使ってますんで、そういうまあほら、まあいろいろあるじゃないですか、こう動物のそういうね、まあ規制とかあるのかちょっとそこら辺ちょっと詳しくは分かんないけど、まあやっぱりどんどんと欲しいものが手に入らなくなってはきてますね。これもまあほら代替えというか、まあ今までもっとね使いやすい、自分にとってはね使いやすい筆があってそれ使ってたんですけど、もうそれもちょっとまあ手に入らなくなってきたんで、まあ今これがちょうど一番まあしっくりきてるんでね、これ何て書いてあるかな、長峰瞑想って書いてありますけどね、ただ特注してるわけではないんですけどね、あの売ってるものをそのまま使ってますけど、これサーキュレーターでこれ声入るから、あまあいわゆるもう熱い気なんだから大きい声でしゃべる。じゃあちょっとこのスレの深いところやりますけど、ちょっとやっぱり炙ってあげた方がいい、スレてるとねなかなかそのまま点量さしても入らないんで、またこう染色と擦れ直しって別の作業になるんですけど、ちょっとでもまあ入りやすいように、これやっぱり傷ついて、あちょっとごめん、やっぱり擦り切れた気があるんで、これダメだ、あ風な、そうそう、まあ、生地表面がもう毛羽立ってね傷ついてる状態なんで、うん、あのちょっとでもこう染色しやすいように毛羽立った生地を、ガスがないんかもしれない、
外からの風じゃない、まあ、ちょっとでもね、あの染色しやすいように下処理をしておく。これやったらまあまあ綺麗になるとは思うんだよね。もっとこうきつく擦れてるやつもあるので中には。一回ちょっと染めてみますね。もしかしたらこれ今染料でちょっと染めてみますけど、うん、あの顔料じゃないとうまく染まらないかもしれないけど。で生地ずれってね、あの着物を触ってるとね。やっぱり着物ってデリケートなんで、まあ、染み抜きしたりとかするとこういう、まあ、これはまあ帯のズレですけど、うん、生地ズレすることって結構あるんですよ、うん、でその際に、まあ、色の濃いものってね比較的こういう感じでね、うまく治ること多いんですけど、うん、治るっていうか、まあ、厳密には治らないんですよ、ズレてると、うんうん、あのズレが目立たなくできることが多いんですけど、色がやっぱ淡いものはなかなかね生地ズレさせてしまうと直しにくいと。ここはまあうまく直る方なんでね、まだ。角度でな、うん、あのズレって分かるもんな。分かるけど、まあ今回はまあそこまであの。きつくすれ出てないんで、ちょっとまあ色入れてあげたら治ると思うんですけど、特にまあ今すれ直し剤とか今入れてないんで、もうそれ分からん、うん、だからまあ、うん、分からんね、やってきた。今広い筆使ったのは、うん、まあ、やっぱりこの入れた箇所と周りと、まあ、微妙にやっぱり色違ったりするんで、最後まあ大きくまあぼやかして、まあ、染色した境目を分かりにくくしてあげる作業ですね。はい、ビフォーでアフターやな、これな、うん、まあまあ治ったでしょ。じゃあな、わからんな。だこれ結構日よくもほどいてね、あのしっかりと今やってる途中なんで、まあまあ大掛かりな作業ではありますけど、まあその中の一つですね、まあ、フルメンテナンスですね、うん、けや動かないようになってくな、うん、まあ、ここはまあ、あのほら帯してしまえばね分かんない部分やけど、うん、帯すればわからん場所ではあるんや。まあでもやっぱり収めた時にね、こうやって擦り込んであげた方が定着しやすいですし、うん、からん、多少まあ染料にあの定着しやすいように、まあ、糊とかも仕込んであるんですけどね、これね。だからまあ簡単には色落ちしないですけど、まあそんな洗い張り、水洗いすることもないと思うんでね、まあ、うん、ドライクリーニングぐらいでしたら十分耐えられるような状態ですので、はい、まあこんな感じですね、はい、まあ、うん、まあもうちょっと丁寧にねチェックしながらやります。あとは、まあ、これで十分だとは思います。はい。